皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員笠井亮です。今日安倍内閣は2つの重大な閣議決定やりました。1つは成長戦略の閣議決定、原発を活用する、こういうことをはっきり書いて再稼働とともに輸出をするという方針を閣議決定した。許せないと思います。もう一つは同じ日の今日の閣議決定で2012年度のエネルギー白書を決めたんです。その中で福島原発事故の期日をその前の年よりも格下げして小さく扱った。それだけじゃなくて、前政権の下で国民的討論の結果として国民の多くは原発ゼロを望んで、皆さんも声を上げてそういう結果出ましたよね。その期日を削っちゃいました。とんでもないと思います。意図ははっきりして、福島県民の苦しみ、日本全国で子どもたち国民の命と健康安全考えてる、その国民の思いなんかそっちのけで、儲けのために原発どんどんやろうってことじゃないでしょうか。許せないと思います。絶対にそんなことを実行させない。皆さんと一緒にコールしたいと思います。収束宣言直ちに撤回。続けてきた。だからなんだかん